はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、わおということで、スクワットをやっても足が細くならない人は今回やってるエクササイズをやってみてください。それをですね、2種類紹介しますんで、この2種類をね、しっかりやってもらうことで、太ももの裏の筋肉がしっかりついて、前ももがね、スクワットしても細くならなかった人は前ももの筋肉を少し減らすことによって綺麗な足ができます。なので必ず最後までご視聴ください。では行きます。はい、じゃあまずはですね、うつ伏せになった状態で手をまっすぐ伸ばします。このままですね、足の感覚を少し広げてもらって、これを足を持ち上げます。で、戻すと。上げたら戻す。この時に、ももの裏がですね、しっかり力を入れるように意識してください。この動きを20回まずやります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20といった感じで20回します。もちろん50回とかやってもいいんですが、まずは20回というのを小分けして5セット行ってください。合計100回です。その後疲れたらですね、今度は両足上げるのはしんどくなってきますんで、片足だけ上げるんですが、この時に足を伸ばしたまま上げてしまうと、ついてる足の前側の筋肉を使ってしまうので、そこはね、避けていきたいので、足を伸ばしたままではなく横に広げます。そしたら太ももの内側で踏ん張りますんで、前側は使わずに内側に力がつきますんで、これはね、太ももを細くするために OK です。この状態で反対の足を上げていきます。9、10、20回。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、反対も同じように足を曲げていきましょう。20回。3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20といった感じで行います。はい、お疲れでした。今みたいにですね、足を伸ばして足を上げることで、背筋、お尻、太ももの裏、ふくらはぎといった筋肉を使うことができます。太ももの前側ですね、しっかり鍛えすぎている人は、そこの筋肉をまず少し落とさなければ足が細くなりませんので、できるだけ太ももの前側を使わないような意識をして、裏側を重点的に鍛えてみてください。おさらいですが、今の両足上げるのを20回を5セット。そして片足を横に曲げて行うのが交互20回ですね。というのをさらに5セットやってみてください。これはね、頻度なんですが、小さい筋肉、そして負荷がありませんので、毎日でも寝る前がいいかな、行ってみてください。行った後は必ずストレッチを行いましょう。ハムストリングのストレッチは次回紹介しますので、またご視聴ください。ありがとうございました。